オクサナ・パーシャ・グリシュクは、現ウクライナ生まれのロシアの女性フィギュアスケート選手。1994年、リレハンメルオリンピック。1998年、長野オリンピックアイスダンス金メダリスト。1994年、1995年、1996年、1997年、世界フィギュアスケート選手権アイスダンスチャンピオン。パートナーは、エフゲニー・プラトフなど。 パーシャは相性。ロシア語読みでは、アクサーラ・パーシャ・グリシュークが近い。ウクライナ・ソビエト社会主義共和国のオデッサで生まれ、4歳、頃からスケートを始めた。1986年に、モスクワへ移住する。アレクサンドル・チチコフと組1987年、世界ジュニアフィギュアスケート選手権に、1988年、世界ジュニアフィギュアスケート選手権では、 優勝を果たしたが後にカップルを解散し、1989から1990シーズンより、エフゲニー・プラトフと組む。1994年、リレハンメルオリンピックで金メダルを獲得。1994年、1995年、1996年、1997年、世界フィギュアスケート選手権で4連覇を果たした。 1998年長野オリンピック前に、それまで登録名を奥さなぐりしくとしていたが、ロシア語で情熱を意味するパーシャに登録名を変更した。長野オリンピックではオリンピックアイスダンス史上初の2連覇を達成。オリンピック後にアマチュアを引退し、プロに転向。現在はフィギュアスケートコーチ兼振付師として活動している。ありがとうございます。